気がしました。それともう一ついいですか？今日ぜひこれをお聞きしたいなと思ったのは、今皆さん全部、個人の、調子悪いって言われてるんですけど、チーム全体が調子が悪かったり、例えば一緒にペア組んでる人が、片っぽが調子悪かったりするときに、どういうふうに対処をして、どういうふうにするのかっていうのは、今、研究の中でも、心理の研究の中でも、それは始まったばっかりなんですね。心理の研究の方も、その個人的なことは随分データが出てるんだけど、チーム全体になってくると、すごく要因がたくさんになってきて、ダイナミックな動きなんで、そのあたりのところが、例えばペアだったらとか、先ほど山下さん言ったように、クルーの中で誰かが調子が悪かったら、それを伝播しちゃうのか、高山さん言われたように、チーム全体の中で誰かが調子悪かったらどうやってカバーするのかとかっていうようなことがあれば、今どういうふうにやられてるのかなっていうことが、ちょっと興味があります。一番簡単な人数少ないバドミントンから 言わせていただくと、いろんな要因があるわけですよね。調子が悪いという中で。で、能力が低いってことをいうふうに、一言で言っちゃおうとすると、例えば、この間の、おとといかな、銀メダルと言いましたけども、ミックスダブルスっていうのは分かりやすく、男子よりも女子の方が動けなかったりとか、弱かったりとか、レシーブが弱かったりするわけですよね。で、それを言い換えると、女子ばっか狙われるっていうふうになるんですけども、まあ、実際、作戦そうなんですよ。ただ、それが普通に女子、例えば男子、例えば僕が樹里さんと組んでて、男子と女子で樹里さん狙われてやられて、お前取れよとか、人間的に最悪じゃないですか。でも、狙われることは分かってるんで、なんで、自分のお互いの2人の配球の中で、無理して、ジュリーさんを狙わせるっていうふうにするんですよね。無理な体勢から狙わせるっていうように。そうすると無理が生じてくるんで、しかも来ること分かってるんで、私は分かりはっきりしてるんで、準備もしやすい、球威は落ちる、もしくはその次の、動きの準備が遅れる、無理してるんで。って形で、片方に無理がある状態、無理してやらせる、片方が不利だっていうことを想定した、配球っていうのは、実はミックスダブルスなんですよね。一般レベルはちょっとそこまでいけないんですけども、トップのレベルは。で、こうなんて、例えばダブルスだったりとかすると、ミックスダブルスをしとくみたいなこともとか大事ですよね。いつもと違うローテーションになりますし、上げたらまっすぐ下がるっていうところが、上げたらクロスに下がるだったりとかってことが出てくるわけなんですよね。無理して狙わせることになるので。いつもみたいに単純に打ったら目の前が女子行っちゃったりすると、交差して下がれば、いつもみたいに単純にまっすぐ正面打つと男子に変わっているみたいな。なんで、そこら辺のことは多分その、多分、競泳なんかでも違う種目をやらせるみたいなこともあるかもしれないですけども、違う種目と選手と競わせるみたいな。バドミントンなんかでも、そういう、ちょっと、試合はこの種目出るんだけども、練習の段階で違う種目、ミックスダブルスやっておくみたいなことはできますね。調子悪い前提で、みたいな。あとは、大事なのは、調子悪い時に、ちゃんと調子悪いってパートナーに伝えることが大事です。それが、頑張ればなんとかなりますって言っちゃうといつも通りやっちゃうんで。できないってことははっきり分かっていればカバーのしようがあるんだけども、頑張ればなんとかなるとか、頑張ってもなんとかならないのかってことは、判断は大事です。ここに前提として。はい。ありがとうございます。他いかがでしょうか？